はい、どうもひろきです。ちょっとね、お風呂上がりに撮るべきじゃなかったな。ほっぺと耳が真っ赤なんですけど気にしない。はい、今日は何の日か知ってますでしょうか。はい、はじめくんのカフェの初日です。オープンした初日でございます。おめでとうございます。というわけで早速ね、行ってきました。はい、場所は原宿にある、エリア9という場所になります。はい、オリジナルのね、ドリンクがたくさんあって、ドリンクだけじゃなくパフェとかね、パンケーキとかそういったものもあります。飲み物を頼むとね、こういった、可愛らしいコースターがついてきたりと、あと食べ物を頼むとランチョンマットだったり、あとはグッズが売っていました。僕もね、ちょっと買ったので後で紹介します。会員限定のね、グッズもあったりしましたよ。あとは所沢とダークネス井上、これ本物ですよ、がいたり、はじめくんとね、顔が交換できるスノーのパネルがあったりと、オリジナルのマシュマロがあったり、はい、こういったね、僕が頼んだものはこういったものです。ほら、パンケーキ、所沢の皮あるんですよ、これすごい可愛いの。はい、こんな感じです。ちなみにね、僕が撮った動画こんな大画面で映ってるんでね、ぜひ見に来てください。あとね、はじめくんのね、缶バッジのガチャもありました。これもね、1回だけ引いてみましたよ。1個でね、2つ入ってました。はい、というわけでね、もうね、しっかり楽しんできてしまったわけなんですけども、すごくね、はじめくんらしい、はい、飲み物とかがね、たくさんあって面白かったです。もうメニュー見てるだけでね、すごいメニューの名前だなっていう、面白い名前だったりしたので、そこはね、ちょっと見どころかもしれません。土日はファンクラブの会員限定の、オープンになってるらしいんですけども、平日は開放されていて誰でも入れるので、ぜひね、皆さん行ってみてはいかがでしょうか。そしてね、今回ね、僕グッズ普通にね、めっちゃ可愛くて買ってきちゃったんですけども、それを紹介したいと思います。はい、まずはこれ、はい、はじめしゃちょーのエンディングのキャラクターですね。それのラバーキーホルダーになります。結構ね、手のひらと見比べてもね、割と大きめな、はい、キーホルダーになっています。ここにね、サンキューフォーウォッチングってね、書いてあります。可愛らしいデザインです。はい、そしてもう一つがスマートフォンリング、こちらを購入してきました。これね、バッグ赤でね、すごい可愛らしくていいなと思って買ってきました。はい、というわけでいかがでしょうか。このアイテムに関しては平日も発売されている、誰でも買えるアイテムとなっています。で、もちろんね、土日会員限定の日っていうのはその日しか買えない、会員様しか買えないそのアイテムっていうのも売ってました。そっちもね、すごく可愛らしいアイテムでした。はい、というわけでね、ぜひ興味ある方は行ってみてください。たくさんね、はじめ社長らしいパネルとかね、はい、写真撮るスポットもたくさんあるし、まあ、食べ物も豊富だし、すごく楽しめると思います。動画の方もね、はじめくんと僕とで頑張って作ったので、楽しんでいただければなと思います。というわけで、ひろきでした。じゃあ